皆さんこんにちは、マイクラをやっていくんですけれども、海って広いですよね。まあ、海が広いっていうか、このマイクラの世界は広大ですよね。まあ、地球というか宇宙ですか、もうとても広大な空間、宇宙なんてね膨張してますからね、とても広い空間だとは思うんですけれども、それに劣らずですね、マイクラの世界もとても広い。で、僕なんて方向音痴だからですね、この世界で何度も迷ったり、スタート、あれですよ、ベッドがない状態で死んでしまって、初期リスポーンというかスポーン地点に戻されるみたいなこともですね、何度かは言い過ぎですかね、以前ありま、何度かじゃないか、前あったんですよ。で、スタート地点に戻って、座標とか分からなかったですから、そもそもなんか座標とか見るのがなんか邪道じゃないとか思ってるところがあったので、一生懸命前と同じルートをね、動画は撮ってあったので、そこまで行くまでの道筋はね、その動画を見つつ、船で3時間か4時間3時間ぐらいでしたっけ、2時間半か3時間ぐらいかけて戻ったっていうことがありましたね。はい。で、私が今どこにいるかというとですね、初期スポーン地点ですね。まあ、何が起こったかっていうとですね、僕もよくわからないんですけれども、ジャングルにいたじゃないですか。で、ジャングルの木の上に仮の拠点を作って、ベッドもね、置いてあったはずなんですよ。で、そのベッドね、僕壊してないはずなんですけど、まあまあ、ジャングル、ね、トレジャーエンチャントのやつで、飛行のやつとか、まあ飛行のやつもいいんですけど、むしろ修繕の方が僕欲しいと思って探してたんですよね。なんか、ダンジョンの、あれなんでしょ、そのダンジョンにある宝箱とかそういうところしかゲットできないんですよね。そういうの探してたんですよ。そしたら上からですね、緑色の何かが降ってきて、わーと思って振り返ったらですね、シューって言い始めて、あれ何が起きたんだろうって思ったらポーンってなったんですよ。で、そのどこなのかな、あれ僕装備着てるからそれだけじゃ死なないはずなんですけど、多分渓谷かどっかのギリギリのとこにいたんでしょうね。ボーンってなってヒューって落ちて落下したら、ポーンって砕け散って、なんか緑色の玉とかですね、僕が持ってる剣とかが放出されたんですよ。で、気づいたらここですよね。これよくありますよね、そういうことね。すごいですね。で、ちょっとね、ここに来てね、もう鶏とか飼い始めちゃいましたよ、いっぱいね。卵いっぱいあるから、これね、これ回収しないとね。で、この鳥さんをね、できるだけ外側に置いとくと、まあ、こうやって中に入らなくてもですね、ちょっと外ぐるぐる回ってればそこそこ回収できるっていうことに気づいて、まあ、卵いっぱいね、作って、鳥をどんどん増殖させて、これをね、鶏肉にしようかななんて思ってたりもしました。はい。で、こっちにね、パンとか作って、あ、やっと育ってきましたね。僕がね、ここに飛ばさ、あ、僕がここに飛ばされた時にはね、この小麦が育ってなくて、パンが作られなくて、食料がなくて、泣く泣くゾンビーフですか、ゾンビ肉を食べて、飢えというか体力の低下を防いでましたよね。はい。というわけなので、またここに戻ってきてしまいました。どうする？どうします？また2時間半か3時間ぐらいかけて、船に乗って、あそこに戻りますか？ No!ノーです。私もですね、一応、人間の端くれでございますので、学習能力というものがですね、まあ低いにせよあります。なのでこれですね、今回はね、この通りですね、 F3 を押すと、まあいろいろな情報がですね、ここに出てきます。マインクラフト 1.9 バニラですね。何もモッドを入れていません。で、マルチプレイヤーチャンクキャッシュ、何のことだかわからない。ここにね、 XYZ 座標が出てますね。ここに座標が出てる。で、右側にはなんか Java のバージョンとか、僕のこの Windows PC のスペックとかが出てるね。インテル入ってる、 Core i7 4790K4GHz も出ます。すごいですね。で、グラフィックボードは GTX970 が入ってます。980ではなくて970のね、昔 3.5GB 問題とかが出てきて、割と問題というかですね、ちょっと一時にぎわせたやつなんですけれども、970で十分ですね。980なんで多分プロの人とかしか使わない。この F3 を出すことによって座標が出ますね。
59.782 と 63.11.401 のところにいます。でここでメモ帳が出てきましたね。前の僕がいた、まあ、正確には前の僕がいた場所の一番初めに作った何でしたっけ、あのゾンビ経験値トラップのところなんですよ。あそこの座標がね判明しております。マイナス 15206X ですね。 Y が 24Z が 5828 ということなので座標が分かってるんですよね。ちょっとあの洞窟の中だからすごい不安では、地上ではないから不安ではあるんですけども、この座標が分かってるということはね、ネザーゲートかなんかの、なんかじゃない、ネザーゲートですね、ネザーを使ったあの距離短縮が使えるわけです。で調べてみました。ネザーゲートを利用した移動、これはねマインクラフトジャパンウィキさんですね。とても毎回助けてもらっております、ありがとうございます。ネザーで進んだ距離の8倍離れた場所にポータルが作られるということなので、つまりどういうことだ、つまりどういうこと、8分の1はね計算しました。マイナス1900と、なんか Y 座標は同じとこに作ればいいらしいので X と Z だけですね。マイナス1900と728が8分の1のところなので、この世界でまずネザーへ行って、そのネザーの中のマイナス1900と728のポイントにネザーゲートを作って、でそこに入れば現実世界のそこにポンと出るっていうことなんじゃないの、違う、え、そういうことでしょ。8倍だから 8分の1のとこまでネザーの中で移動すれば現実世界はその8倍のとこにいるわけだから、マイナス 15206 と 5828X と Z がねそこの場所にポンって出るんじゃないですか、多分そうでしょ。もし間違ってたらコメント欄で教えてください、よろしくお願いします。ちょっと初めての試みなので、もしかしたら全然間違ってる可能性もあるので、一応皆様に確認させてほしい、よろしくお願いします。というわけでネザーゲートを作りましょうと言いたいんですが、ダイヤ持ってない、この初期リスポーン地点でですね物資はそんなないんですよ。ボートいっぱいあるんですけどね、これボート使って前のとこまで戻ったからね、 ボートの絵変わったんですね。はい。でこっちのお宝ゾーンにもね入ってません。黒曜石とかダイヤとかね、ダイヤのつるはしじゃないとあれあのアイテムとして得られないですからね、黒曜石ね。で、調べてたらですね、別にダイヤのつるはしがなくても、溶岩とかバケツさえあれば溶岩と水を作って黒曜石を作ることができます。なのでそれを使っていきましょう。はい。というわけでまずですね、ちょっといろいろ洞窟へ潜って、鉄少ないね、鉄少ないですね。ただ問題ないでしょ、別にバケツが2つあればいいんじゃない、1つでも頑張れますよね。あ、大丈夫だよね。いや行こう。まず水でしょ、水、まず水をここで汲む。で溶岩はですねこの辺のどっかにあった、私、あーそうそう、ここにね溶岩ありますのでこれを汲むでしょ。どこまで行けるか、これ組むでしょ。で普通にか丸石とかで囲いを作ってここに溶岩を入れますよね。でさっきのこの水入りバケツを使ってここに水をパッとやれば、もう一回行きましょう、もう一回行きましょうね、ちょっと事故が起きました。まず溶岩を組みます。でここに溶岩を入れます。そしたら、この辺に水を送って回収すれば、おい待て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 危ねえ、溶岩なくなるとこだった。まあ他のとこにも溶岩あると思いますけれども、ちょっと一瞬焦った、ちょっとバリケードを作ってあげよう、これぐらいでいいでしょ。でこの囲いを壊す。であとは同じことをやっていけばいいんじゃないの、こうしてこうすればいいと思う。でいつかのももクロのライブでやってましたね、あの極楽門ですかね。ここに溶岩組んでね、ここに入れて水でこうすればいいんでしょ。おー、で最終的にこれをネザーゲートを作れる分だけあのネザーゲートの形でやって、そこに着火マンすればネザーゲートできるから、これでいいんだよな。この溶岩を
溶岩は無限水源みたいにできないんですかね。なんか4マスでその対角上の2マスにポンポンって水を置けば無限水源になるじゃないですか。あれみたいな溶岩でできないんですかね。一応溶岩2つ持ち帰りましょうか。よよけよし、この通り。これでダイヤのツルハシとかいらずにネザーゲートを作ることができますので、ネザーゲート問題は解決です。はい、ちょっと待とう、ちょっと待とう、話し合えば、あ、逃げます。ちょっと待とう、ちょっと待とう、お前やめろよ。なんか、あ、クリーパー様もいるからちょっと離れよ、離れよ。なんか水際で死ぬとかないわけ君は。待て待て、いっぱいいるわ、いっぱいいるわ。あれ、ないこいつ、何あれ、なんか初めて見るゾンビ、何あれ。やめろやめろ、死ぬ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 。お家に入ります。はい怖い。今ね、僕何も装備してないから。怖えわ、やめろ。やつ倒すしかないのか。なんか攻撃をやめてくれ。寝れば大丈夫とかないの、そういうの。どこにいるのあいつ。ちょっと出てみて。あっ、それでもこのうちの中におびき寄せた方がいいんじゃないか。ま、別に今死んでも問題ないですけどね。どうせここに来るだけだから。どこにいるの。あ、やめよ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 。話し合えばわかる、話し合えばわかる。わからなかったようだな。リスポーンしよう、問題ない。どこにいる。あ、これもう攻撃耐性ではないので、この人は何なの。これ村人ゾンビか。待って待って、アイテム回収させて、アイテム回収させてね。よろしくお願いします。村人ゾンビが変わりましたね。すごい、眉毛が両津勘吉みたいになって、片方だけですけど、すごいね。なんかおどろおどしくなってます。で、こいつらは普通に倒そう。で、このゾン肉はすごい僕の貴重な食料です。よし、ハーブなんで。やばかった、何してたの。あ、鉄は貴重だね。一回死ぬだけでエンダーマンさんは許してくれるっていうのは優しいですね。寝ましょう。剣持ったまま寝てますね置けばいいのに。あぶあぶあぶ、怖えよあいつ、やめろよ。さあ、というわけでネザーゲートの黒曜石問題は解決しました。まあまあですね、ここの方をこうバーって下の方にバーって行ってね、下に着きました。で、こっちの方にですねバーって行って、でこっちの方にバーって行くとですね、まあこうやってね、すぐダイヤ見つけられたんですけれども、一応確保しておきましょうかね。今幸運とかないからこれだけでやっちゃいますけれども、この通りですね、ダイヤモンドを見つけることには成功したんですけれども、まあダイヤのツルハシどうこうとかより多分溶岩作戦の方が楽でしょうね。6つゲットしましたので、だいぶツルハシ作れますけれども、まあ、溶岩作戦の方がいいでしょう。というわけで溶岩作戦で、元の場所にですね戻りたいと思います。あ、でここのゾーンなんですけれども、ここがですねちょうど何ですか、その高さが24のところなんですよ。だから何ですか、ここにネザーゲートを作ってで、ネザーへ入ってですよ、おさらいします。ネザーへ入って、元々の座標、僕がいた場所の座標がマイナス15206と Z が5828なので、その8分の1の、1900と、Z 座標が728のところまでネザー内で進んで、そのポイントにネザーゲートを作って現実世界に戻れば僕が前いたところに戻れるという認識で私はおりますので、その認識が正しいかっていうことと、その方法以外でなんかもうちょっと楽なやつ多分ないと思うんですけど、もし皆さんご存知でしたら教えてください。というわけで今回はここで終わりたいと思います。実作業はですね、来週火曜日やっていきますのでよろしくお願いいたします。大変ですね。もう早く僕はですねアップデート後のその修繕のメンディングっていうんですかね、なんだかドレジャーエンチャントとその空を飛ぶじゃねえ、なんだっけ、
なんか空を飛ぶのもあるんですよね。あの氷の上じゃない、水の上を歩くやつを早くやりたいので次回戻りたいと思います。もうパッて戻ります。パッて、いつかみたいにあのボートでなんか3時間とかかけてきたんですよ、大変ですねみたいなとかやらなくてもパッて戻りますから、ネザー内でマイナス1900のとこまで進むとかもやりません。僕はもうパッパッパッってやります。もうポン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 ってやるんで、よろしくお願いします。というわけで、今週これだけになってしまったんですけれども申し訳ございません。来週やっていけると思いますのでよろしくお願いします。さよなら。戻れるかね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますのでぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。